こんばんは、パーソナリティの小林美樹です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。さて、10月に入っていろいろなイベントも少しずつ動き始めましたよね。そうですね、はい。その中に社団法人福山社中の主催によりますUnder24 高校生大学生創業体験プログラムっていうのがちょうど2週間前ですかね。そうですね、はい、あのこの社団法人自体は私が代表を務めているんですけども、はい、あの昨年から実はこのプロジェクトをやってまして、やっぱり高校生大学生ですね、あのこのタイミングでなんとなくまあ就職活動っていうのがこう頭に湧いてくるわけですけども、はい、まあ、実際に社会に出るにあたって企業に勤めるっていうのももちろん選択肢としてあるわけですけれども、はい、まあ、会社を作る、事業を始めるっていうのももちろん選択肢に実はあってもいいんです、うん、なんですがなかなか学校ではそれを教えてもらえなかったりとか、まあ、そういう機会ってないですよね。で、一方で福山はとっても優秀な経営者たくさんいらっしゃるし、何代目、3代目とか4代目ってなってる伝統ある企業もあれば、もうご自身で、初代としてスタートしているまさに起業家の皆さんもたくさんいらっしゃる。ぜひ、まあ、そういう大人とですね、学生たちが触れ合って自分たちのキャリアを考える、はい、まあ、そういう機会があった方がいいんじゃないかということで、今年2回目を開催させていただきました。はい、またそこにですね、あの応募される方も多くなってるんじゃないですか。そうですね、あの今回驚いたのは福山の大学生だけじゃなくて、愛媛とか九州、東京ですね。これはもともと福山出身で今大学生として、そっちに行ってるんだけども、まあ、将来あの必ず地元に帰りたいと思ってるので、まあ、今のうちに地元のそういう意識のある仲間とつながっていたいとか、あとはやっぱり経営者とじっくり話す機会ってなかなかないので、ね、あの話してみたいということで、あの応募いただいたのは結構印象的ですね。2回目でも広域ですね。そうなんですよ。で、今回オンラインも取り入れましたので、はい、だからまあリアルの場とオンラインでハイブリッドにしてるんですね、はい、で、どういうふうにやってるかっていうと、やっぱり一斉に30人ぐらいこう集まるっていうのが例年だったんですが、はい、まあ、今年は5拠点に分けてそれぞれの拠点で1グループ、うん、で、そこの拠点と拠点同士をですね、全部オンラインの会議システムで結んで、で、メンターさんとかですね、はい、この経営者の皆さんはアドバイスはそこからオンラインから入っていただくみたいな形をとってるんです。より情報がたくさんいただけるようになりましたね。そうですね、でだからまあ場所を移動せずとも、はい、すぐプッと入ってですね、質問に受けたりとか、実際の授業どうなんですかみたいなことをですね、あのアドバイスできるようになりました。そういう意味で遠隔からもですね、学生さんが参加できるチャンスがこのコロナでむしろ開けた、はい、なるほどね。やり方を変えれば、はい、いろんなことが広がるよっていうので。そうなんです、はい、で初日はなんか立ち会われてましたよね。あ、そうですね、初日、まあ、開会から各拠点のところをですね、まあ、ちゃんとうまくいってるかなっていうことで少しあのサポートにあのお邪魔をしました。で、2日目が最後あの審査の表彰なんですけども、はい、私も審査員ですから、はい、あの参加をさせていただいたということで、あのどんな内容だったかっていうのはですね、またあの公表を Facebook 等でされますから、あ、はい、ぜひあの見ていただきたいと思ってます。はい、高校生大学生もとっても頑張っていますので、いろいろとね、あのギャラリーの方も応援できるサイトみたいなのがあるといいですね。あ、そうですね、そういうのもちょっと考えたいなと思いますし、なんか発表がね、オンラインで見れるとか、そう、まあ、そういうの必要ですね。あ、そうですね、はい、また広がりましたね。ぜひ、でも今回本当にたくさんの企業の皆さんにもスポンサーを、はい、していただいて、あの資金的にやっていただいたチームもあれば、あ、現物ですね、はい、例えばソフトバンクさんには通信環境と、うん、はい、あの端末を貸していただいたり、ソースネクストさんって言って、あの翻訳機、はい、ポケトークっていうのは結構有名になりましたけど、あれを出してる会社さんからは、あの360度カメラをですね、最新のやつを提供いただいて、そうするとこう5人ぐらいで喋っててもですね、全員の顔を見れるんですね、で喋ってる人の顔がフォーカスをされて、ズームになるということで、もう臨場感あふれるオンライン会議ができる、そういうことも体験できたということですね。まあ、そういう意味でそういった形で、あの熱く応援をしてくださる企業が、まあ、福山にもたくさんいらっしゃるんですが、はい、福山でそういうプロジェクトをやることに対して東京の上場企業がですね、支援したいと、そういう可能性もあの開けてきた、見えてきた、そういう機会だったなというふうに思っています。はい、詳しくは小林さんの Facebook、はい、またはブログで、ブログで、はい、チェックをなさってください。
さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は高和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜はミスアジアンビューティー2018初代グランプリ秩父さくらさんをお迎えしています。秩父さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。秩父さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ティアラが輝いてますね。いや、もう秩父さんご自身が輝いていて、この部屋に花がなくてよかったと。あ、むしろ ね、花だから。花だから置き物姿とね、綺麗ですね。すごいですよ。このティアラは、こうグランプリ選ばれるともらえるものなんですか？はい、いただきます。すごいですね、やっぱり。というわけで、ミズアジアンビューティー2018初代グランプリということなんですが、はい、秩父さんはもともとは福山の方ではないんですよね。そうなんですよ。もともとは出身は、私は高知県出身 で、はい、で東京で6年、はい、暮らさせていただいておりました。で今は福山にお住まい。はい、今はあの旦那の転勤で、はいはい、2年前に福山に引っ越してきました。ということは2018年のグランプリを取った時は福山にも住まれてたタイミングなんですか？ちょうどですね、はい、応募した時は東京だったんですけども、もうあの出演する時もう中間ぐらいだったんですよね、はい、なので引っ越してきてちょうど あの出演は福山から、はいはい、出させていただきましたので、広島から、はい、出させていただきます。ということに、はい、もう広島代表、福山代表として初代グランプリ獲得していただいたということで、はい、そうなんですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ちなみに福山住まれてみて印象はいかがですか？あ、とっても暮らしやすい豊かなところで、食べ物もまずすごく美味しいですし、はい、あと移動、新幹線もすごく通ってますし、あの高知県は新幹線がないので。そうですね、はい、とってもあの移動とかにはとっても便利な場所です。そういう意味でバランスいい場所ですね。すごくいい場所です、うん、はい、というわけでいろんなところに、まあ、活躍に出かけやすい福山だというふうに思うんですが、そもそもこれなんでミズアジアンビューティーにこうエントリーをされたんですか？それがですね、私が和文化を研究してまして、はい、もともと着物学院に、はい、卒業させていただきまして、でそこからですね、どん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 和の文化にハマってしまいましてですね、うん、東京で、はい、はい、それであのもっとこう日本の和をあの日本、もともと日本とあと海外の方にも伝えていきたいっていう思いで、あのミズアジアンビューティーに出演させていただきました。はい、このミズアジアンビューティーという、まあ、存在自体もその和文化を伝えるっていうのがミッションとしてあるんですか？はい、ミズアジアンビューティーは、はい、あの結構外国の方とかも出演できる大会でして、あとそうですね、あの美の表現力で、はい、アジアの美の大会なので、うん、はい、和の文化を表現したりとかですね、踊りを表現したり、はい、あとすごい方はもう本当にあの美の表現力でカンフーをしながら、武道をしながら美の表現力をこう、はい、表現あの出場してしたりとかしてます。はい、そういう意味で秩父さんは、まあ、着物もあれば、はい、日舞、はい、日本舞踊、はい、もやれると、はい、日本舞踊、はい、まさに和文化って感じしますね。和文化、はい、大好きですね、和文化の、うん、はい、これ実際にこうエントリーされて、いろんな国の方とも競い合うというか、はい、まあ、一緒にこう過ごされるということなんですけど、改めて和文化ってこういうもんだなって、はい、こう気づかれたところとか、こう思われてるところって何なんですか？和文化ってこういうもの、はい、あ、やっぱり着物を着るとやっぱりこう背筋も伸びますし、所作も違いますし、喋り方からまた変わりますし、はい、やっぱり女性は女性らしく品も良くなりますし、もう和文化、あと踊りとかもですね、はい、やっぱりこう見るとやっぱりこう日本の美って美しさ、うん、
やっぱ日本って本当美しいんですよね、四季折々で、うん、春夏秋冬もやっぱりそういうのもすごい素敵だし、踊りもそういうのも素敵だし、そういうのもコラボさせていただくと、はい、やっぱ景色とこの舞踊と、うん、はい、そういうのも見るとすごいやっぱ日本ってすごい素敵だなって、私はもう本当に日本人に生まれてよかったなとすごく思います。なるほど、はい、ということを改めて、まあ、感じた大会だったということなんだと思うんですけど、はい、このミズアジアンビューティー2018ですね、これが初回だったということなんですが、はい、実際にどんなことをやられたんですか。実際ですね、やはり大会の時はですね、はい、実際お着物を着てこう歩きながらちょっと踊りながらランウェイをするという、はい、うん、はい、大会でさせていただきまして、出馬させていただきました。ちなみにこの審査の段階ってのはどれぐらいあるんですか。審査がですね、まず一つ目はですね、はい、フェイスブック投票という人気投票という、はい、はい、もういきなりあれなんですか、フェイスブックで投票なんか書類とか面接みたいなのあるんですか。はい、私の時は、はい、面接オーディションがありまして、うん、で面接の時はですね、まあ、お会いしましてお話で、今後どういった目標を持ってますかとか、どういう活動をしていきたいとかですね、はい、あとどういったものを PR、うん、ミズアジアンビューティーで PR をしていきたいかっていうことをいろいろ質問、はいはい、してくださいまして、面接させていただきまして、はい、あとウォーキングですね。なるほど、ウォーキング審査も、うん、はい、これも面接の時にやるわけですね。はい、はい、でそれを突破すると今度は、それを突破すると今度は、ファイナリストに入って、はい、はい、なるほど、します。さっきの Facebook 投票ってのはどのタイミングにあるんですか。ファイナリストに決まりましたら、はい、その日本大会に行く前に、日本大会に行く1週間前に Facebook 投票という人気投票がありまして、皆さんにいいねを押してもらって応援していただくという、はい、でファイナリスト24名が選ばれて、はい、大会ですと。大会で、大会になると今度はどんなことをやれるんですか。大会になると今度はですね、はい、そのランウェイを歩かせていただくんですけども、はい、こちらもですね、会長投票という、はい、投票がありまして、パンフレットがあるんですけども、パンフレットにバーコードがあるんです。はい、でそのバーコードをピッとすると、はい、1番から24番まで、投票をするランクがあるんですけども、うん、そこで投票してくださいっていう感じで、はい、そこで投票されて人気の方がプリンになると、はい、賞、はい、をいただけるという、なんか途中に合宿みたいなのがあったりするんですか。なんか映画でそういうのをちらっと見ると、はい、なんかこのファイナリスト同士が合宿したりとか、はい、一緒に過ごしてて、ご飯を一緒に食べたりとか、はい、なんかそういうシーンを思い浮かべたんですけど。ありがとうございます。はい。はい、そうですね、はい、今年は合宿もございまして、はい、2泊3日の合宿もございます。で私の時もですね、はい、1泊合宿がありまして、うん、北海道で、はい、北海道で大会がありましたので、はい、北海道まで行ってホテルで一泊して、はい、ウォーキングレッスン、はいはい、あとそうですね、いろんなレッスンも、はい、うん、ございました。はい、まあ、そうすると結構こう丸1日、はい、そう合宿もありで翌日もありってなると、はい、結構濃い時間をその24人で過ごすじゃないですか。はい、結構こうお友達になったりとか、むしろライバルだから、はい、こうバチバチあったりとか、どういう感じなんですか。うちの大会はですね、ライバルとかは一切なくてですね、もう本当にお互いがお互いを助け合いながら目標は一つなので、応援し合いながらという形なので、すごくね、出演者の皆さんと仲良くなって、はい、励まし合いながら、うん、はい、頑張ろうって言って、はい、じゃあ今でもお友達の方って結構いらっしゃる。あ、います。はい、今でもお友達の方たくさんいらっしゃいます。うん、はい、結構多国籍なんですよね。はい、そうですね、はい、どういった方がいらっしゃるんですか。例えばそうですね、私の時の2018の時はマリア・ポリコさんといいまして、はい、日本に住んでいるフィリピン出身のブラジル系の
はい、ハーフなんですけども、はいはい、その方が出てフィリピンの衣装で大会にランニングしたので、すごい華やかでした。なるほど、はい、その方とも今もお友達。今もお友達です。なんかこう交流もあるんですか？交流も、はい、ございます、はい、今回なんかそういう方もお手伝いをされるっていう、はい、そうです、はい、ウォーキング講師で、はい、来てくださいました。来ていただけるということ。あ、来ていただく、うん、ちなみにこのグランプリ取って変わりましたか、はい、秩父さんの生活。そうですね、変わりましたね。こう社会のためにもっとこう何が自分にできるのかとか、そうですね、地域のために何ができるのかとか、すごく、うん、はい、でやっぱりコロナの状態が結構大きくてですね、はい、今年は、うん、で1ヶ月やっぱり自粛生活もあったので、その時に何もできなかった時にやっぱりいろいろ考えさせられたこともたくさんありまして、うん、やっぱりこの時代だからこそやっぱりダメダメとかじゃなく、こう延期とか結構中止とかあるんですけども、この時代だからこそいろいろ知恵を絞っていろいろこのコロナの状態をこう乗り越えて、うん、みんなで乗り越えて明るい未来に向かって、はい、頑張っていきたいなとすごく考えた時期でもありましたね、今年は。そうですね、はい、実際にグランプリ取られてから具体的にはどんな活動をされたんですか？グランプリになってからは、はい、私の地元の高知県土佐ですね、土佐のコーチでいろいろよさこい のメダルかけとかですね、であとはですね、東京の方に和文化研究会 の藤間博之先生とかもいらっしゃるので、はい、東京から東京の皆さんもコーチに遊びに来てくださったりとかですね、うん、はい、おつなぎさせていただいたりとかですね、あとコーチをやっぱ全国に PR もさせていただいたりとか、はい、じゃ結構ふるさとの PR も、はい、頑張ってらっしゃったということなんですね。はい、させていただいておりました。はい、そういう意味では後半は2020のこのアジアンビューティーの大会についてお話を伺いますが、はい、福山から出て福山 PR したいっていうのもいいわけですね。そうですね、はい、はい、ありだと、ありです、ありっていうかしたいですね、はい、むしろしたいですね、はい、むしろしたい、していきたいですね。今回今年また出るわけではないんですよね、もう一回グランプリになられてるから。はい、今年は運営の方でさせていただいております。はい、というわけでぜひじゃあ後半は運営のちょっと状態について、はい、今年はどんなことやるのかというのをお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではこのあたりでちょっとブレイクです。秩父さんのリクエスト曲をお届けします。オフィシャルヒゲダンディスムでリテンダーを。今夜はミスアジアンビューティ2018初代グランプリ秩父さくらさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今まさにこのミズアジアンビューティー2020の公募中ということなんですよね。はい、そうなんですよ。はい、ちょっと詳しく教えていただいていいですか？はい、なんとですね、ミズアジアンビューティーは今年福山でエントリーをさせていただくことになりまして、はい、はい、なので福山の方も美人な女性がたくさんいらっしゃるので、ミズアジアンビューティーに興味ある方はぜひに応募していただきたいなと思っております。はい、はい、これ応募するにはどうしたらいいですか？応募するにはですね、はい、実はですね、まずミズアジアンビューティー333というメールですね、はい、メールに応募していただいて、書類が送られてきます、事務局から。はい、はい、送られてきましたらそこで書類を書いていただきまして、そこから書類審査が始まります。なるほど、はい、でその書類が大丈夫 OK だったらですね、なんと面接とオーディションを、はいはい、私たちとあと事務局の方がしてくださいます、うん、東京の本部に、はい、事務局の方がいらっしゃいますので、はい、してくださいます、はい、で今年はですね、その面接とオーディションがですねオンライン面接、うん、コロナの状態でですね、やっぱりお会いするのがやっぱりちょっと、はい、大変なので、はい、面接がオンライン面接となっております。はい、でその面接が合格しますとここでもうファイナリストという感じになっておりますので、うん、はい、私たちの時はもっとその審査が厳しかったので、はい、今年は本当にコロナのおかげで、はい、ピンチがチャンスということで、はい、むしろ全国にチャンスがあると。はい、そうです。ということなんですね。はい、これなんか出場資格ってあるんですか？
七条四国はですね、はい、ミズアジアンビューティーはですね、はい、美の表現力ですね、うん、日本大会はですね、ランウェイをしてその文化、うん、文化特殊の大会になっておりまして、はい、自分がその美の表現力、例えば私はその日本舞踊を表現をさせていただいたんですけども、この美の表現力っていうのが、うん、はい、大事になってきます。なるほど、はい、これ年齢とか、はい、なんかこう何か資格がないとかってあるんですか？それがですね、はい、皆さんやっぱりほぼ身長が170以上とか、はいはい、あるんですけども、私どもの大会はですね、なんと身長も年齢も、はい、うん、はい、国籍も問わず関係なく、はい、なしなんですよ。なのでどの方でも OK なんですよ。じゃあ0歳から100歳まで書類審査がありますので、あっ、ね、あんまりちょっと書けないとね、はい、書ける方で、はいはい、お願いしたいと思います。これ先ほどのメールはこのミズアジアンビューティーで検索すると、はい、ホームページとか何か出てきますかね、はい、ミズアジアンビューティーで検索していただくと、はい、Facebook のページがございますので、はい、そちらに、はい、応募方法とか書いてますので、はい、そちらの方を見ていただいて、はい、メールをいただいて、はい、ぜひ応募いただけたらと思います。というわけでご自身がグランプリを取られたこの大会ですけども、今回は運営側に回ってるわけですよね、はい、このミズアジアンビューティー運営に関われる中 ですね、こういう大会にしたいとか、はい、こういうものにしたいってありますか？はい、あります。はい、はい、そうですね、ミズアジアンビューティーはですね、もともと2018に開催された新たなページェントという大会になっております。でページェントっていうのはですね、人生の中の自分が変わりたい方、新しい扉を開けるという意味になっております、うん、はい、であえて、コンテストとは私たちの大会は言わないんですよね。なぜかというと、コンテストというとやっぱりこう競い合うとか、うん、そういったイメージであるんですけども、私どもの大会はですね、お互いお互い応援し合いながら成長し合いながらというコンテスト大会になっておりますので、はい、あえてコンテストと言わずページェントと呼ばさせていただいております。で出馬を通してですね、生まれる文化交流や新たな学びと成長ですね、やっぱ大会に出るとすごく成長、うん、はい、していきますね。でそして日本やアジア女性の美を終点に当てた大会になっております。はい、先ほどもちょっとご紹介いただきましたが、今回は2泊3日の合宿もあるということなんですよね。そこでまたさらになんかこうプロのトレーニングみたいなのを受けられるってことですか？そうですね、はい、プロのトレーニング。どんなトレーニングを受けられるんですか？トレーニングはですね、はい、もちろんウォーキングもありますし、やっぱりでも一番大切なのはですね、女性でやっぱり内面の美ですね、うん、はい、やっぱりその内面が綺麗だったらやっぱ顔の表情も良くなりますし、はい、なので内面の美、メンタル面とかですね、やっぱり自信、女性で、うん、舞台立つのにも自信が必要なので、自信をつけるトレーニングとかも、はい、しております、うん、はい、日本大会では、はい、そういう意味ではなんかそれだけでもすごい成長の機会になりそうですよね。そうですね。で今年はですね、ファミリーの同じ姉妹店の、はい、ミセスジャパンさんという大会と、はい、ご一緒にさせていただくので、はい、ミセスジャパンさんもキャンプ、ビューティーキャンプというキャンプがありまして、ミズアジアンビューティーとミセスジャパンさんが一緒にキャンプをして2泊3日を共にするという、はいはい、じゃあより仲間が広がる、そうですね、機会になるんですね。そうですね、はい、いいですね。でもそういうなんか同じ目標を集め目指す仲間がこう交流できると、ね、またお互いに励まし合える、そうですね、いうこともありそうですよね。はい、そこでまたね、いい仲間とか出会いとか、はい、はい、できるので、でまた常に大会はですね、また全国で募集をさせていただいてますので、はい、またそこで日本大会でいい仲間、うん、いい出会いがあったら、また地元に帰ってからそこの地域のいいところがあるので、そこをまた、はい、県外の他の方とかにまたPR していただくと、はい、またこれが地域貢献につながっていくので、そうですね、
ぜひ、じゃあこのビンゴ福山からまたグランプリが出るように、はい、たくさん秩父さんぜひ PR 頑張っていただいて、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、そして福山の PR もよろしくお願いします。あ、ぜひ、はい、福山で、骨を入れる感じで、はいはい、熱い熱意を、はいはい、持って、はい、ありがとうございます、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、今日はお忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストはミスアジアンビューティー2018初代グランプリ秩父さくらさんでした。来年の3月14日に日本大会が行われる、はい、ということなので、この辺もちょっと注目ですよ ね、 ね、皆さんぜひ検索してみていただいて。そうですね、はい、次戦他戦で、はい、ぜひね、え、あ、もうなんか枠がないっていうのが、はい、嬉しくないですか。嬉しくない、もうね、もういっぱいですみたいになってほしいな。そうですね、ぜひチャレンジしてみましょう。それでは今夜お相手は小林明とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りしました。さようならということで。